はい、サイゲームス、こんにちは、プリンセスコネクトリダイブ、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。頑張ります。なんだこれ、歌で聖夜に祝福を、みんな揃ってメリークリスマス。お帰りなさいませ主様、私からのプレゼントで明日はこちらをご用意して。デイリーミッションが更新されたようなので見に行ってみましょう。ん？デイリーミッションが更新？これか。ミッション達成によってプレイヤー経験値を得られるので、毎日達成して確かに強いパーティーレベルを上げていかないといけないよね。ジェールも、え、なにこれ、と見せかけてあやに変更かな。1500なんでプライズガチャは引けます。他は何だろう、これ優勝ガチャ、ノーマルで10回引きましょう。スナッシュはこれダメですね。プライズガチャを引きましょう。早く行きます。おめでとうございます。お、なんか虹が来たぞ。なんだこれ。スズメ。ミサトさん。私、友達が欲しくて。よかったらお手伝いしてもらえると嬉しいです。なんだろう、かわいい。え、これは雪だるまだって。こっちはこっち、家族みんなでクリスマスを楽しんじゃおう、ね、星さんってすごいのかな、まあ、でも虹だから最高レベルだろうな。お、今井さん、このちゃん、あなた様のもとへ私が現れたのは運命で決まっていましたから、クスクス。こうなってますね。二等って何？まあ、ジェールは当然不足なんで、これ仕方ないです。もう、引けるガチャはないはず。まあいいな。ニナンが諸君の草履？特定の条件を達成すると、報酬がもらえますよ。ここに頑張りましょう。見えない、隠れてる、押せない。ジェルを次々手に入れてます。でも420だな。何か解放するといいんだろう。ラマとかいるな。早くユニパイセンが欲しいです。諸君と共に天下統一するです。それがニノンの夢なのです。好
キップチケットって何？キャン。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。これはなんだ？あ、そういうことか。まあよくわかんけど、まあいいな。キャラ見てみよう。ご覧の通りか。お、エーネは2種類あるんだ。まずメインクエストやってみましょう。あれ？でも序章はやってる？どうなんだろう？クリアしてるんかな？お、今序章の後半ですが、ごめんごめん、起こしちゃったわね。これは初めて見たな。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし、あんたの相手してる余裕がないから。あんた誰って顔してるわね。確かに、こっちはあんたのことをよく知ってるのに、初対面みたいな反応されるとはやっぱりちょっとへこんじゃうわ。私はまあアメスとでも名乗っておくわ。アメス？最近はもっぱらそう呼ばれてるから。無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。うん、これも夢みたいなもんだから。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。現実に関われないのね。機械みたいな、機械の体ってこと。だから私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから。それはあんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。詳しい話はそっちに聞いて。これね、なんかバーチャル世界らしいですね。ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。ネタバレ。もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど。現実世界もある。現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃあまたね。あんたの人生が、現実が幸福なものであるように祈ってるわ。2つの世界なわけですね、現実とファンタジーと。では、お、エロ、っていうかね、いいですね、この髪。ここにいる。なんだろう。剣が長い。まあ、パワータイプですよね。敵？岩の魔物か。いいな、怒ってんな。やっちゃいますよ。どうかな、倒せるかな。これ見たことある。おや、お目覚めになられたのですね、主様。私は偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役。どうぞ主様を何なりと。
いや、ふむ、よもや一つ無知で歌アメス様か私がお見いや、これはもう見た。はい、心得ております。バトルでは基本的にでタイトルだろう。つまりこれ見たやつだ。モンテスト。あ、これこれ。いつか将軍と共に天下。クエストは別にあるんだ。これがメインクエスト。で1の3まで進んでる。スタミナを消耗する。でマイパーティーを設定します。あ、いや、パーティー情報を設定したいが、コッコロってこれ、武力装備って何？見ましょう。もう使えた。それぞれ装備があるわけですね。わからんのね。バトル開始。しばらくは勝てるでしょ。何もしなくても。勝ちましたね。やりましたね。キューな、抱きつくな。どんどん進んでいこうか。都は前衛か。ペコリーヌが前衛だから、
美里は怖え。適当に頑張るの。よいしょっと。攻撃するの。ね。クラウデー。テクテクいくよ。うん。どりゃ。オートバトルなんでストレス。終わったらパーティーだ。もうストレスですね。はい。ゆっくりやっぱり戦いたいな。勝ちましたね。よく頑張ったわね。いい子いい子。なんだろう、盾もある。私たちのギルドストーリーが解放されたようです。見に行ってみましょう。まあ、すぐですね。ふむ、どうにか宿の確保はできましたので、次は腹ごしらえをと考えましたが、いかがしましょう主様。私、都会のシステムには不慣れでございますから、どうしたものか判断に迷います。これではガイド役失格ですね。昼間はユイ様に食事を振る舞っていただけたのでなんとかなりましたけれど、毎日毎食ご馳走になっては申し訳ありませんからね。そうかな。自分たちでその日の糧を得られるようにならなくては。食材を調達して自分で料理をするか、どこかで外食をする、という選択肢が考えられますけれど、今日はいろいろあってさすがに疲弊いたしました。そうか。手早く適当なお店で外食をしたいところですけれど、どのお店を選んだものやら、おそらくこの辺りが飲食店の並んでいる区域だとは思うのでございますが、主様、食べたいものなどのご希望はございますか。あらぬ方向をご覧になっておられますね。気になるお店でもあったのでしょうか主様。やばいわよ。何よ、何見てんのよ。ああ、どなたかと思えば。こんにちは、お加減はいかがですか。はあ、何よやぶから棒に。何者よあんたたち。ああ、まあ、そこらへんにみたいな声だな。あなたはずっと気絶されていたのでご挨拶もできておりませんでしたね。私はコッコロと申します。その名前。ああ、ガテンが言ったわ。昼間気絶してた私を病院まで運んでくれたんだって。一応お礼を言っとくべきよね。ありがとう。いえいえ、困った時はお互い様というのがアメス様の教えでございます。元気そうで幸いでございました。うん。モニコ。ううん、ごめん、じっと見ちゃって。こいつらがね、本当に陛下の言ったようなご大層な連中なのかしら。どうするかな。しばらく手出しはすんなって言われてるけど、監視をしろとも命じられてるし、すでに接触しちゃってるんだし、知らんぷりもできないか。まだちょっと体調が優れないみたいでボケーっとしちゃったわ。なぜか名前を知られてるみたいだけど、改めて名乗っておくわね。私はキャル。まあ不思議なご縁だけど、今後ともよろしく。こちらこそ。すみません、ぶしつけでございますが、キャル様、この辺にはお詳しいでしょうか。私たち今夜の食事を取れる
いい感じのお店を探しているのでございます。何かおすすめなどございましたらご紹介をお願いしたいです。まあ世話になっちゃったし、そのぐらい構わないけど。ごめん、私もめったに住処から出ないから全然お店とかには詳しくないのよね。適当ににぎわってるお店に入れば外れはないんじゃないの。食事代よかったらおごるわよ。それで貸し借りはチャラってことで。はあ、にぎわっているお店というとあそことかでしょうか。え、いや、私が見てたのは、ペコリーヌ様。はい、私をペコリーヌと呼ぶのは、ちょっと待ってください。目の前に山盛りになった料理を胃袋に収めて視界を確保しますので。はい。お、やっぱり昼間のおいっす。おいっす、見かけるたびに何かを食べておられますね、あなた。いや、私はすぐにお腹が空いちゃうので。へえ、あれ、あ、昼間の何か気絶してた人。大丈夫だったんですか？元気ですか？貧血とかですか？ご飯を食べれば解決ですよ。どうぞどうぞ。なんでこいつこんなにグイグイ来るのよ。はい、あんまりこいつとは接触したくなかったんだけど仕方ないか。ちょ、料理の皿を押し付けんな。おいしいですよ、食べて食べて。っていうか、私昼間にご飯をごちそうになっちゃったんでしたね。ちょうどよかった、その分おごりますね。私このお店で開催されてたフードバトルの優勝者になりましたから。アイアムはチャンピオン。それで賞金もらえるんでおごっちゃいますね。どうぞ遠慮なく、みんな好きなものを頼んじゃってください。私も追加で注文します。おかしげだな。このメニューに書かれてるやつ、上から下まで全部ください。まだ食べるのですか。見たところ、そこで寝られそうな大皿に満載された料理を全て平らげた直後のようですが、胃に穴でも開いているのですか。ともあれ、ちょうどこちらも今夜の食事をどうするか悩んでおりましたので、渡りに船でございます。うん、ご相伴に預からせていただきましょう。さあ、キャル様もご一緒に。仕方ないわね、毒を食らわば皿までよね。その通り、毒でも皿でも何でも食べてお腹いっぱいになりましょう。こっちにおいで、私の膝の上でもどこでも座ってください。早く、お料理が冷めないうちに。さあさあ、たっぷり召し上がれ。すべての民がお腹いっぱいご飯を食べられる国が私の理想です。ギルドストーリーは、そのギルドに所属するキャラの絆ランクを上げることで続きを見られます。なるほど。キャラの絆ランクを上げる絆ポイントは、そのキャラでクエストをクリアしたり、ギルドハウスでお菓子をプレゼントすると得られます。お菓子、あ、戻ってきた。じゃあ引き続き行きましょう。耳にもできるかな。できるかな。ドリャーでドリャー攻撃するな。迷わず進めて。何か分からないですか。名物よいしょ。
食らったが、そんなにダメージが大きいわけじゃない。多分先に行くとともにヒーラーとかも育てていかないとダメなんだろうな。僕大優位褒めてやるな。えいなふりふりこういうふうに指導でもできるんだ。りゃもうちょっとだ。いくぜ。ニーナに任せるです。楽しいな、ほんと。花丸あげちゃうよ。ストレスノーストレスだし勝ちました。1の6円ですね。ちょっとあの装備をいろいろなんか難しいな。長押しなのかな。スキルプロフィールで、装備を2台整えないといけないが、装備できるものがなければ装備できないかな。盾が先頭に来るんだ。盾がアイテムってことか。あ、これで行くしかないよね。適当に頑張るだ。任せ装備やってもいいかもね。出発なの。だよ。えい、なの。進めなの。よいしょっと。攻撃するな。ポンポってなんだ。一緒に頑張りましょう。あ、ちゃんとヒールした。やっぱりヒールいるよね。それ、スモークって何？クラウデー。いよいよなの。よいしょっと。なんかちょっとやばい、こいつ。クリーンのやつ、クリーンが。全員に出てるから結構怖いな。もうちょっと。やりました。プリンパーティーでお祝いな。星さんです。全部つきましたね。メインストーリーで新たなストーリーが開放されたようですね。見ていこう。早速見に行ってみましょう。いいな、ちゃんとどうしてくれるんだ。とうとう始まったわね。あんたの物語が、あんたの物語がバッドエンドになるかハッピーエンドになるかは神のみぞ知る。そうやね。ただまあ基本的にあんたは状況に振り回されるばっかりで、ぶっちゃけ置いてけぼりになると思うから、私の方からいろいろ補足してあげる。なんだ。そのためにこの幕愛の私との対話があるわ。あんたにとっては夢みたいなものだし、
すぐに忘れられちゃうんだろうけど、ちょっとでも何かが残ることを期待して言葉を紡いでいくわ。ともあれ、まずは前提から、記憶喪失の主人公であるあんたと従者のコッコロタンは約1ヶ月間ランドソルで日銭を稼ぎながらホテル暮らしをすることになったのよ。ちなみにコッコロタン以外の子ペコリーヌちゃんたちとはホテル暮らしを始める前に一旦お別れしてるわ。同じ町で暮らしてるし、たまに会ったりはしてるみたいだけどね、うん、その間にあんたはたくさんの女の子たちと出会っているの。数えてみたらだいたい40人以上の女の子たちだ ね。そして会話し交流し、どんどん仲良くなってるわ。そんなの記憶にないって？本当にそうかしら。よーく思い出してみて。ちょっと真面目に記憶をひっくり返して探してみれば、あんたと女の子たちとの出会いや交流の物語が見つかるはずよ。彼女らの発言の中に聞いたことがない単語なんかが出てきても、あんたはもしかしたらどっかでその単語を聞いて意味を教えてもらってるかもね。それらの情報やあんたの経験を組み合わせて、あんたはこの世界やあんた自身が抱えてる謎を解いていかなくちゃいけない。あんたがあんたであるためにね。そしてこの歪んでおかしくなってる世界を正すために。おっと、最初からダラダラと喋っちゃダメね。長話はこれで一区切りにするから、あんたはあんたの物語を満喫しなさい。あんたの人生をね。道に迷ったら私が導いてあげるから。主様、大変申し上げにくいのですが、金がない。もうお金がございません。ですよね。故郷を出立する際に長老より路銀を頂戴したのですが、さすがに底をついてしまいました。ランドソルは都会でございますしね、物価が高いのです。それでもなんとかやりくりして安宿を探したり、自前で食材を調達したり頑張って節約しておりましたけれど、もうお財布が空っぽでございます。なので主様、私働きに出てもよろしいでしょうか。なるべく主様の元を離れて行動したくはございませんが、私お仕事を探して賃金を頂戴し生活費に当てたいと考えているのです。なんとまあママやな。主様はごゆるりとお心のままにその辺で遊ぶなり、おいしいものを食べるなりしてくださいまし。これは本日のお小遣いでございます。どうぞ。ママ、それでは失礼いたします。大変やな心。夕刻には宿に戻りますので。いかがいたしました？主様、顔色が優れないようでございますね。慣れない環境でしょうし、体調を崩されたのでしょうか。心配です。それともお小遣いが足りませんでしたか。すみません、先ほど渡したのが残りの手持ちのお金のすべてなのです。仕方ありません、私の装飾品などを売ってお金に換えてきますね。え、違う。おにゃ、主様、急に抱き寄せられては困ります。公衆の面前でございますから。いかがしましたか。私がそばにいないと心細いのでしょうか。ふむ、主様も働きたいと。労働などの区域はすべて私が担いたいのですけれど、人に働かせて自分だけ遊ぶのも罪悪感がございますか。そうだね。それが主様のお気持ちでしたら、
私は尊重いたします。主様はお優しい方、これで2人で稼いだ方が効率的でございますし ね。ではそうしましょうか。この広場に求人情報などが張り出された掲示板があるはずでございます。これどういう気持ちで喋ってんだろうな。その掲示板にて私良い感じのお仕事を探そうかと考えております。そんな方向で主様も構いませんでしょうか。なんかそこに行けば仕事が探せるのか。 あれです。あちらが九段の掲示板でございますね。多分ギルドみたいな感じ。またアニメーションいいな。 お見え。アウトアウトアウト。誰？ラッキースケベじゃん。大丈夫でございますか。かなり派手に転倒したようですが。沈め。ごめんなさい。大丈夫です。ご心配なく。張り紙をしようとして踏み台の上で背伸びしてたら、お前まどかじゃねえか。バランスを崩しちゃいました。ダメですね。魔法少女スズメったら同時で。スズメ、あや、これはこれは奇跡よ。魔法もあるんだよ。ご無沙汰しております。なんだか恥ずかしいところを見られちゃいましたね。主様、お知り合いの方でございますか。この方には以前ちょっぴり親切にしていただいたんですよ。こちらの子は、あなたの妹さんでしょうか。そうかも。やだー、かわいいですね。お嬢ちゃんおいくつ？今日はお兄ちゃんとデートですか？妹ではございません。主様にお仕えしているコッコロと申します。そうですか。私と同じような感じなんですね。同じというと、スズメ様も主様にお使いを？いや、違うんです。ごめんなさい、説明が下手で。私はご覧の通りのしがないメイドなんですけどね、とある高貴な方にお使いしてるんです。今もお嬢様、その方のお使いでお仕事を手伝ってくれる人を探してたんですよ。見てください、これ頑張って作った求人の張り紙。ふむ、引っ越しのお手伝いですか。荷物の梱包とできればそれを運搬する馬車の護衛も。簡単なお仕事ですけれど、かなり破格の報酬でございますね。引っ越し屋。うちのお嬢様は基本的にドケチ、倹約家なんですが、お金を使うべき時には大盤振る舞いしがちなんです。この掲示板に用があったんですよね。職探しをしているなら、よろしければこのお仕事を受けていただけませんか。いいよ。もちろんご都合が合えばって感じですけど、全然知らない人よりは面識のある人に頼んだ方が安心ですから。渡りに船ではありますし、かなり条件もいいのでお引き受けしてもよろしいのですけれど、私の一存では決められません。どうしますか、主様。どういうことでしょう。先ほどスズメ様が転んだ拍子に主様に馬乗りになっていらっしゃいますね。なんでそうなるんだ。
そうね。おお、慌てたせいでバランスを崩してまた転びましたね。それやばいじゃん。もはや馬乗りどころか、抵抗感覚どころか。主様と絡み合って寝そべっている感じに。いいな。本当にドジな方なのですね。これでは荷運びなどには苦労するでしょうし。確かに。確かにお手伝いが必要かもしれません。メインストーリーはノーマルクエストをクリアすると続きを見られます。では主様の記憶を取り戻すべく冒険の旅に戻ることとしましょう。なるほど。一応やっぱり流れっていうのがあるのか。でメインクエストに戻ってきて、これ戦う。まだスタミナには余裕がある。削ります。お、なんか高箱出てきた。勝ちました。プリンパーティーでお祝いなの。いいですね。行ってみますか。どうぞ召し上がれ。えへへ、移動しながらの食事になっちゃってすみません。馬車の手配に時間がかかってしまってバタバタと出発するしかなかったんです。近頃この辺は物騒ですから、うん、一時的によその町に疎開する人がいたりとかでなかなか馬車が調達できませんでした。ダメですね、段取りが悪くて。お嬢様にもいつも叱られるんです。そうなんだ。ちゃんと準備万端整えてから動きなさいって。ふむ、引っ越しをするということですし馬車は必要です。私たちは暇ですので時間がかかってもさほど迷惑ではございませんし。ご不便をかける分今回のお仕事が終わるまでの衣食住は保証しますのでたっぷり召し上がってくださいね。さあどうぞご遠慮なく。早起きして作ったんです、サンドイッチとか。恐縮です。嫌な予感が。すみません、ご評判に預かってしまって。私たち手持ちのルピが尽きかけておりまして、その日の食事にもことかくありさまなのでございます。うんうん、だからお仕事を探してたんですもんね。ダメですよ、お兄ちゃんなんですからしっかりしないと。妹ちゃんにきちんと食べさせてあげるのはお兄ちゃんの義務ですよ。確かに。いえ、あのですから私は主様の妹ではございません。このサンドイッチ、何やら独特な味わいですね。やっぱり、飯まず。すみません。私ったらメイドなのに料理が得意じゃなくて。そりゃそうだ。お口に合いませんでしたか？いえ、私がこの地方の味付けに慣れていないだけでしょう。そんな優しいや、心。
お母さん大丈夫か。主様はパクパク召し上がっておりますし。え、マジかよ。美味しくなかったら無理して食べなくていいんですよ。そうだよ。ただ目的地のお屋敷までは半日ほどかかりますので、朝は中なんだ。何か胃に詰めておいた方がいいんですけどね。あ、そうです、料理が美味しくなるおまじないがあるんですよ。両手でハートマークを作って、へい、おいしくなれ。さすが魔法少女。さっき魔法もあるのかな。それは何かの魔法とかでございますか。いえ、単なるおまじないです。気休め程度にはおいしくなるはずです。はあ、気休め程度でございますか。程度、ちょっと毒舌？おや、私の食べかけのサンドイッチがありませんね。主様、食べちゃったんですか？いいえ。あ、なんか隠れてる。たくさんサンドイッチはあるんですから、横取りしちゃダメですよ。横取り40万。あれ？あなたが食べたんじゃないんですか？ということは、私のおまじないに破壊光線っぽい威力があって、サンドイッチを消し飛ばしちゃったとか。誰？お、おや？女の子がいますよ。手を伸ばしてサンドイッチをかすめ取ったっぽいですが、もしもし、どちら様でしょう？怖っ。どうしました？空き箱の中に密航者でもいたのですか？うん、密航者というか無賃乗車というか、困りましたね。本当や。どうしましょう。馬車を借りる際に交わした契約上、事前に申告した以上の人数を乗せたらダメなんです。関さん、割増料金取られちゃいます。でもちっちゃい子みたいですし、お外に放り出すのもかわいそうですよね。お嬢ちゃん、そこで何してるんですか？ちっちゃくない、私はちっちゃくないぞ。ちっちゃいですけど、無賃乗車はいけませんよ。悪いようにはしませんから。事情を話していただけます？家出とかですかね。あやねちゃんと同じような、こんなちっちゃい子が一人旅ってわけでもないでしょうし、どうしましょう。だからちっちゃいって言うなよ。ん？あ、お前知ってるぞ。前に会ったことがある。え、スズメとですか？サレンディア救護員の子供じゃないですよね、あなた。どなたかと間違えているのでは？そう、スズメ、そんな名前だった。ここで会ったが100年目。おい、お前は私のことを覚えてるか？どうなってんだ。おい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 、嘘だろ。お前だよ。なんでこんなところにいるんだ。全然姿を見かけなかったから心配したんだぞ。ふむ、主様とお知り合いなのですか、あなた。主様はなぜか女の子のお知り合いが多いようですね。どけ、お前は知らん、邪魔だ。それよりお前だよ、どこで何してたんだ。これまで会いたかったぞ、プリンセスナイト。プリンセスナイト？あなたプリンセスナイトの関係者なんですか？私もプリンセスナイトの参加ギルド、サレンディア救護員に所属しているんですけど、
それ関係でどこかでお会いしたとかですか？お？違う！プリンセスナイトはギルド名じゃない。どっかで変なこじつけが行われたんだ。そうじゃない、プリンセスナイトっていうのは。あ、まずい、この嫌な感じ。どうしやな。お前ら今すぐこの場所から飛び降りろ。え、死ぬぞ。なんなんですか。もうスズメには何が何だか分かりませんよ。えらいは早いな。え、何スイッチ。え、嘘だろ。どうなってしまうんだこれ。いろいろあるんだな。例えばさっきのサレンディア救護員だったら、数名の関わるものがあるってことだよな。ひとまずちょっと今日は長くなったので、ここまでとしたいと思います。まだ10回弾けないな。この後は次回ですね。はい、ということで、いつか将軍と共に天下統一するです。それがニノンの夢なのです。やっていきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローもぜひお願いします。プリンセスコネクトリライブ遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。